ダイハツミラダイハツミライースミライースはダイハツ工業が製造販売する軽自動車であるミラをベースにした後ドアハッチバック型乗用車でありミラシリーズとしてダイハツの軽乗用車ラインナップのボトムレンジを担うミライースの発売と入れ替わる形で販売終了となったエッテ同様商用モデルは設定されていない本校では ベースとなった2009年に発表されたコンセプトカーイースについても合わせて記述する。ミライイースは昨今の環境意識や低価格志向の高まりを受け、誰もが気軽に乗れる第3のエコカーコンセプトに開発された。2009年に発表したコンセプトカーイースの市販バージョンである。ダイハツが持つ既存の技術を徹底的に見直し、 車両構造の見直しによる車両の軽量化、トランスミッションの改良、エンジンの改良などで、従来比で40%燃費性能を改善した E-S テクノロジーを採用した。エンジンは、圧縮比の向上やインジェクター噴霧微流化等により、燃焼効率を高め、I-EGR システムを採用するなど、細部にわたる改善を行うことで、メカニカルロスを極限まで低減。 さらに、電子スロットルによる強調制御を採用することで、運転状況に応じて最も効率の良い状態を維持する。CVT もオイルポンプの高効率化によって排出量を高め、CVT 制御圧も低圧化することで動力伝達効率を向上。これによって変速ギア比を最適化することで、エンジン負荷も低減された。 ボディは安全性や快適な乗り心地を保ちながら、シェルボディを骨格合理化。さらにインパネなどの樹脂部分の薄肉化やシート骨格の軽量化など内装部品の軽量化や、アイドリングストップ用 CVT の軽量化もいったことで、ミラノに WDCVT 車に比べ、約 60kg の軽量化を実現。さらに、フロントのコーナー形状の改善や、 床下流速の減速を行うことで空気抵抗を抑え、前述の軽量化やベアリング、ブレーキの改善を行うことで転がり抵抗も低減された。さらに、ムーブやコンテの一部のグレードに搭載されているアイドリングストップ機構エコアイドルも全車標準装備されているが、ミライイースのエコアイドルはガソリンエンジンの CVT 車では世界初となる停車前、 アイドリングストップ機能を追加。ブレーキをかけ、速度が時速 7km 以下になると自動でエンジンを停止して、アイドリングストップ時間を増やしたことで燃費を向上。また、専用部品を減らしたことで軽量化、コンパクト化を実現した。これらの技術により、JC08 モード燃費において、2WD 車で 30km、L。 4WD 車でも2 7トル l の優れた低燃費性能を実現した。一方で、機能の垣根を超えた徹底的な低コスト活動を実施。部材配置、形状、材料選定、仕様を見直したことで、部品数の削減や約6 0ラムの車体軽量化により減価。 低減活動を行ったことで、車両本体価格79.5万円から122.0万円までのリーズナブルな価格設定を実現している。ミライースは発売以来累計で19万台以上の販売を記録し、ミラシリーズ全体の販売量を伸ばす要因となったことで、2012年はミラココアを含むシリーズ合計の新車販売台数が218,295台を 記録、無印、ミラを抑えて、ミラシリーズの筆頭車種に躍り出た。総合では、プリウスシリーズには及ばなかったものの、軽自動車部門では、首位獲得となった。製造は、ダイハツ九州大工場で行われる。括弧内は、初代ミラからの通算。コンセプトカーイースは、2009年に開催された第41回、東京モーターショーに出展されたモデル。 2011年から発売されたミライースの元になった。2009年10月7日に大発より出展することを発表。モーターショーのメインとされた。車体の軽量化による燃費改善を目指し、10.15モード燃費で1リッターあたり 30km の燃費と低 CO2 排出量を実現した。エンジンもこれまでの KF 型をもとに、 触媒早期活性化装置の搭載などで従来、技術に基づいた設計をしている。市販モデルと異なり、車体は小型化され車長は 300mm 程度短縮、ホイールベースも短縮、ガラス製のバックドアを備えたにボックス型のマイクロクーペとされた。市販版と同様に、軽量化、低燃費、低価格をコンセプトとし、 反応次第では市販版を2年から3年以内に販売するとした。また、軽自動車では重量増になるハイブリッド技術などを搭載しない方針。E、S テクノロジーの一部はダイハツが発売する他の車種にも転用され、2011年11月7日にはムーブの那社に、同年11月29日にはタント及びエグゼの那社に、 2012年4月9日にはココアとコンテに同年5月21日にはムーブタントエグゼのターボ車にそれぞれ採用された。北海道地区のみ81.075万円。先代モデルのエッセにおいて D グレードよりも低価格のグレードがあった。ミライースの影響で2013年2月の一部改良で常用モデルは MT のみとなったため、 MT 需要は2018年3月30日の終売まで無印ミラーで吸収する形となっていた。ダイハツはかつて販売していたハイゼットカー後 HV の商業的失敗を受け、HV は軽には不適としている。また、ミライースの広報においても、HV、EV は万人の手に届くものではない、エコカーはみんなが買えなければ意味がないなどといった胸の文が掲載されており、 HV に対する比較広告的、あるいはアンチテーゼ的な側面が見て取れる。一方、鈴木も、過去、にシータークーペタイプの軽乗用車ツインに、ハイブリッド車を設定していたが、販売不振により発売から約2年で廃止した。しかしながら、2014年8月に、軽トールワゴンタイプのワゴン R が、マイナーチェンジした際にマイルドハイブリッドシステムである、S、n チャージを導入。 2015年5月には、トールワゴン型クロスオーバー SUV タイプのハスラーや、軽スーパーハイトワゴンタイプのスペーシアにも順次、導入された。その後、コンパクトカーでのマイルドハイブリッドシステムの導入実績を経て、2017年2月に、ワゴン R が6代目にフルモデルチェンジしたタイミングで、マイルドハイブリッドシステムと名乗るようになった。 2014年7月以降の一部改良実施後は 5.8kgm、5 2 0 0 r p m 後に深田強固に変更。D と L はオレンジに近いアンバーという色で表示されるようになり、左側にあるエコドライブアシストディスプレイが省略されている。アーバンナイトブルークリスタルメタリックとライトローズマイカメタリックを特別設定し、 シェルローズを設定色から外しているため給色となる。警告分は、スバルのアイサイトと同じ、スマートアシストに頼った運転は、絶対に行わないでください。消費税増税に伴い、2014年4月以降は766,286円となっている。2006年のミラカスタムで、初採用されたタイプ。二千十一年のムーブコンテのマイナーチェンジ時以来の、 復活。2WD の G と異なり、アルミホイールが装着されていない。2018年11月まで起用。2018年12月より、CM キャラクターが、うかじたけしに変更された。タンク容量が、従来の30リットルから28リットルに減らされている。軽自動車では、鈴木車に多く採用されている。ただ、 例外として6代目ワゴン R では、初代と同じく、ドアノブの下に装着されている。トールにも設定されている。パールホワイト3、ブライトシルバーメタリック、ブラックマイカ、プラムブラウンクリスタルマイカの4色。ライバル車種である8代目アルトも同様。エッセの後継者のためミライースの場合は、先祖返りと言える。ただし、l s a x s a g s a は、 スマーシー3になったことで、LSA3、XSA3、GSA3 にそれぞれ改名。代わりに、社名ロゴのデカールが装着される。固定式のため、開閉不可。その他のグレードでもディーラーオプションで装備可能。初代モデルの 4WD 仕様にあった、LF は在儀黒色だった。それに伴い、ミラーインスからは、ドアミラーウィンカーが廃止された。 ありがとうございます。